突然ですが小林さん、はい、小さい頃は運動得意でしたか？はい、私運動が苦手と思われることが多いんですけれども、実は運動得意な方で鉄棒や跳び箱も得意でしたし、リレーの選手もやったことがあります。はい、野山を駆け回って遊んでいたおかげかなと思っています。いや、結構アクティブですね。そうなんです。こうやって外で遊ぶと体力がついて健康になるとも言われていますが、実は今コロナ禍の影響もあり、子どもの体力が低下していると言われています。こちらのグラフは先月スポーツ庁が発表した小学5年生と中学2年生を対象にした全国体力テストの結果を年度ごとに示したグラフです。2018年をピークに下がり続けていて、去年は過去最も低くなりました。子どもたちの健康を守る運動習慣を身につけさせるために県内で注目されている取り組みを取材しました。山内記者のリポートです。走る、投げる、飛ぶ、落ちる、転がる、そして走る。子どもたちは無我夢中に運動を楽しみます。毎週日曜日の朝、豊見城市の公園で開かれているスポーツ教室、4歳から小学4年生の子どもたちが音楽が流れる広場で体を動かしています。教室を主催しているよへな克也さんが掲げるモットーは、超楽しい運動遊びです。投げる、蹴る、走る、飛ぶとか、もう基本的なことですよ。遊びの中から全部そういったのは学んでいったりとか、スポーツの運動能力ばっかりをこの目指しているわけじゃなくて、専門の種目が決まってない子たちはとにかく楽しいか楽しくないかだけなんですよ、判断基準は。やるかやらないかは。教室ではお父さんやお母さんも一緒になって運動遊びを楽しみます。結局私も初めての子供で遊ばせ方がわからないんですよね。でボールを使ってこんな遊ばせ方があるんだっていうことを勝也先生に習って、皆さん遊ばせ方、遊び方を知るだけでとっても自分も楽しくなるし健康になるし、はい、いいと思う。運動習慣がやっぱりコロナになってちょっと少なくなっているので、まあ、体力面もちょっと確保できて、あとはもうサッカーとバスケと今日も野球もやったんですけど、まあ、そこからまたより好きなことを見つけ出せるように希望というか、まあ、期待しているところですかね。先月厚生労働省が発表した都道府県別の平均寿命、沖縄県は女性が7位から16位に、男性は36位から43位にまで後退しました。よへなさんは幼い頃から運動する習慣をつけることが健康寿命の改善につながると考えています。幼少期のその運動をしてるしてないというのは、その後に運動を続けるその運動習慣っていうのはすごく影響があるっていうふうに言われているので、まあ、生涯一生に、ね、やっていくものであって、一つの楽しみとして大事なことかなと、健康寿命にとってもだと思います。自分の背丈を上回る跳び箱を越えていく子どもたち。嘉手納町と読谷村にある光の子幼児学園の5歳児の体育教室です。どうしてもこう、結果だけ見ると、まあ、すごいことをさせてるんじゃないかっていう、ことに思われがちなんですけども、あくまでその基礎基本を、まあ、一生懸命やった結果で、まあ、発展としてこういった形になっている。光の子幼児学園では1歳児、2、3歳児、4、5歳児とクラス分けをして体育遊びの時間を設けています。体育講師の与那覇さんは、走ることや飛ぶことなど運動の基本的な動きに子どもたちが一生懸命になれるよう指導しています。体育が苦手になる方っていうのは、小学校の体育が8割方そこで苦手になるっていう、まあデータが出ててですね。で、まあ理由としましては基礎基本が教えられてない。
やはりこう私たちもこう記憶をたどるとドッジボールなんかもういきなりこうルール説明をされて、こういきなり試合になるわけです。特に幼少期で運動に対する苦手意識を取り除くことは大切なことだと話します。苦手っていう、こう固定概念が運動不足にもつながっていると思います。自分ってこうやればできるんだっていうところをこの幼少期で固めることで、やはり運動する習慣っていうのもやはり大人になっても、私たちはつくと思っていまして、先生たちの声かけを励みに子どもたちはこの日だけでもみるみる成長していきます。子どもたちとしては今もベースができている分、これができるともっと飛べるんだとか、こうするともっと飛べるんだっていう、その遊びの基礎、楽しい基礎っていうところでも、やはりこれから健康を長寿につなげていくためにやはり楽しいから入っていくと、継続的に運動もできていくんじゃないかなと思ってます。健康長寿の危機にある沖縄、子どもたちの体力低下に歯止めをかける取り組みに、改善に向けたヒントが見えてきます。いやーすごいですね。子どもたち本当に軽々といろんな運動をしてましたよね。運動遊びや体育遊びという遊びという言葉がつくことで、うまくやろうとは思わず楽しんで体を動かすことができるというのがいいことですね。確かに子どもの頃についてしまった苦手意識というのを克服するっていうのはなかなかね、大人になっても難しいことなんですけれども、こう小さい頃から楽しいというプラスのイメージを持っておくことが大切なんですね。そして光の子幼児学園の与那覇さんは、子どもたちに失敗体験をさせることも大切だということで、悔しさを糧に失敗を乗り越えていくことも子どもたちに感じてほしいと話しています。ぜひ小さい頃からの運動習慣、多くの子どもたちに身につけてほしいですね。